思い込みがすごくて被害者意識が強く攻撃的な人が会社にいてみんな困ってます。対処法などありますでしょうか。動画で撮ってると思いますね。攻撃的な発達障害とかか、自己愛性パーソナリティ障害の動画か、まあ何かいろいろありますけど、まあそれを見てもらうといいかなと思いますね。で、基本的には対処法っていうのはあまりないんですよ。ないので、まあ距離を取るのがいいと思いますね。会社の人であればね。で、まあ仕事を淡々とやって、で、相手にもわかる理屈で仕事のルールとしてお話しすると、対応できますね。だから感情的になったりとか、相手を直そうとか、相手をコントロールしようとすると大抵うまくいかないので、相手の、まあ、目的とこちらの目的をすり合わせるっていう態度が、まあ、重要かなと思います。